呼ぶ声が聞こえた。ああ、呼んだからな。こうやって自然に声を出せることを嬉しく思うよ。仲間のエギルが突然声を失ったんだ。どんな呪文も霊薬も効かない。だが強い感情や体験が声を回復させるらしい。だがあんたならと思って。もちろん報酬は出す。素晴らしいグエントのカードをやる。試してもいいが、取っかかりすら思いつかない。怖がらせればいいのは。ああ、それでいい。きっとうまくいく。怖がらせたり怒らせたりしてくれ。怪我をさせる以外は何でもいい。エギルは大抵聖なるカシの木のあたりにいる。かわいそうに回復を祈っているんだろう。お前が沈黙のドルイドか。そうだった。バカな質問だ。別の方法は試したか。霊薬や薬草はどうだった。声だけじゃない、耳も悪いんだ。声を失ったのはいつだ。指で教えてくれるか。素敵な男だ。話しても解決にはならないようだな。じゃあな、話してもどうにもならん。ブリキの鍋、きっと大きな音がするぞ。彼が眠ったら叩いてみるか。言うかもしれんな。ちょっとと消えろか。僕の誓いが水の泡。三年だぞ。三年の間一言も言わずに。それも今日までだ。お前が誓いを破らせた。悪かった、騙されたんだ、てっきり。ああそうかい。ご愁傷様なこった。とっとと消えろ、間抜け。怒鳴り声がここでもはっきり聞こえた。お見事だ。約束の報酬だ。からかわれるのは嫌いだ。覚えておけ、侍と。次はお前が言葉を失うぞ。